僕もなんかスラムダンクの声優さんって個人的には良くない派なんですよ、うん、はいはいはい、そうだからその声優さんに罪があるとかじゃないよ、全然悪いとか言ってんじゃなくて、うんうんうん、まあお年を召してる方もねいらっしゃるし、その赤木の声優さんがお亡くなりになっちゃったりとか無理なこともあるから、うん、桜木花道の草尾さんの声が変わっちゃったりとか、まああるんですよ、うん、それは仕方ない事情は。でもなんか花からそれを言ってくれてたらいいんだけど、なんかすごいなんか昔のことのファンのためにみたいな感じで盛り上げといて、せいバーンって変わりますっていうので、いきなりなんかバーンっていうショックが来たんだもんね、はいはいはい、であと何よりも変だなと思ったのは、声優さんのなんかビジュアルのキービジュアルみたいなの出たんですよ。なんか5人がこう並んでる、あイライライラんなもん。これはね、声優さんはあくまでも裏方なんですよ僕の中ではね、うん、特にスラムダンクはそうあってほしいと思っていて、新アニメ隊とか最近のアニメの売り方で声優さんがこの人出てるから聞きますみたいなものを見てる作品に関しては別にそうじゃないのかもしれないけど、アニメというのは子供のものがまずあるべきだと思ってるから、アニメが好きになって声優さんを好きになることはいいとしても、声優さん発信で見てるわけじゃなくて、あくまで物語が面白いから見てるわけだから、映画の面白さでまず売らなきゃいけないはずなのに、声優さんのなんかバスケットボール持ってるシーンとかいらんのよな、うん、昔からのファンは特に。なるほど。そうだから新しいファンを獲得したい気持ちもわかるんだろうけど、まず最初のさティザーはさオールディーズなところに合わせといた方がいいんじゃねえの、うん、って普通に思っちゃって、で見に行ったけどさ、映画めちゃくちゃ良かったんよな、はいはい、みんなね、良かったんだからそこに自信持ってって思うんで、だからあー、結果的にね、そう、その後にその次々発表するのもいいけど、まず公開前に声優かっこいいだろみたいなキービジュは一切いらん、ね、あれが火に油を注いでる。なるほど、完全に。じゃあオールディーズな人たちがまだ怒ってたりするのはそういうことがあったりするよと、うん、そうそうそう。だから桜木花道の声優さんさ、まあ、主人公の声かってよっぽどだと思うんだけど、やっぱりジャイアンの声じゃないですか、はいはいはい、木村さんじゃないですか、僕、はい、木村さんめちゃくちゃ好きなんです、うん、実はフォローしてるから好きなんですけど、合ってないっていう声めっちゃ多いよね。なるほど、めっちゃ多いんやけども、だろうな、別にそれは文句言う必要ない。それはそれでね、じゃあ、うん、そう、自分の中の花道像があるって、今の時代とは違うんだから、バスケなんかもルールも変わってるから、そこをなんか言う必要はないと思うんだけど、やっぱキービジュだけ許されへんの俺はもう全然ね、他のことはいいけどキービジュだけはちょっとずれてたと、小池さん的には、うん、そう俺の子供の頃のポケモンそうだけどさ、ドラゴンボールとかもさ、野沢雅子さんだから悟空を見てたわけじゃないんですよ。それはまあそう、そう、田中真由美さんやルフィやってるからもうワンピースを見てるわけじゃなくて、うん、面白い話だから見ていて、たまたまそれが野沢雅子さんや田中真由美さんってあっただけの話で、うん、そういう時代を過ごせてる人たちが言ってることだと思うんだよね。なるほどね。